言い伝えによれば、煙の姿に化した延々らはいくらでも遠いところに行ける。だから彼女は未知に満ちた旅に出て、そして面白い友達ができた。その結果、彼女の人生は彩りに染まり始めた。延々らさん、お交代だよ。今日はどんなお話をしてくれるの？私も聞きたい。今日のお話は花火大会にまつわる話よ。いつになったらみんなで花火ができるのかな。もうすぐ夏が来るし。よし、決めた。今年の夏は女子会の夏にしよう。ついさっきまでまだお話が聞きたいってねだっていたのに、寝てしまったね。やっぱり子供ね。みんなで花火をするか。花火というものは咲いた時は綺麗だけど一瞬で散りゆく。子供だけが好きなものね。お香が燃え尽きたわね。でも私たちのお話はまだ終わっていない。そうでしょ？